石狩川口橋は、北海道石狩市の石狩川に架かる国道231号の道路橋梁。1972年に一部共用開始、1976年、完成。石狩川の最下流部、川口から約 5km の地点に架かる、シャバリ橋及び合成下駄からなり、全長は 1412.7m。北海道内の国道に架かる橋としては、 気境高架橋に次ぐ延長の長尾橋である。しゃばり橋部分の主塔は A 型。車載ケーブルは2組を2面吊りの放射系配置としている。石狩川の河口に橋をかけてほしいという要望は早くからあったが、川口部の川幅は1,500メートルもある上、石狩川下流部には軟弱地盤が広がっており、技術的にも予算的にも困難なものであった。このため 長らく都線による往来が行われていた。1953年に二級国道231号が指定され、1955年には都線が国営となり、動く国道とも呼ばれたが、交通量の増大により、最盛期のには1日平均4000人以上、車両1500台以上を運ぶまでになっていた。佳境の必要性が高まったことから、 当時の最新の基礎工法を用いて1967年に一期工事が着手され、1972年8月に佐賀堤防から664メートルの部分が完成し部分供用が開始された。その後、石狩川下流部の堤防整備に伴う二期工事が行われ、1976年11月に全長1412.7メートルが完成した。 この橋の完成により、国道231号はルートが切り替えられ、1973年に石狩都線は町営に戻ったが1978年3月31日に廃止された。ありがとうございます。